はい、今ねちょっとすいません、いきなり始めて市場来てご飯食べに行く動画撮ろうと思ったんだけど、うん、途中の駄菓子屋さんみたいなところで見てくださいこれ、日本でもう売ってないの。50周年あのミニのフエラムネが入ってるかものやつ、これやばくない？あとこれ可愛くない？可愛い！開封動画でまたね、日本で買えようっていうものがいっぱい売ってるかも。ちょっと買い物させます。また市場には違う動画で来るので、その時は食べ物ですけど、はい、ここの市場ここ来る。またさん、はい、クレマグです。おはようございます。ウランです。エアです。本日は買い物です。お買い物をするのにいろんなとこに行くんですけど、まず最初に私が行きたかったチュロス、そうやって買い物かって言うんですけど、チュロスをここ多分今エアがタクシーでお金を払うのに200円だけ出して運転手に睨まれてめっちゃおもろかった。お持ち帰りだと多分早く入れるんだけど、あの店舗のね中がちっちゃいから。うーん、私たちが来たかったのはここです。わからない、寝起きすぎるだろ。韓国人だぞお前、その顔どうにかしろ。しょうがないだろ、爆睡こういったの。トラコさんとナナちゃんはまだついてません。後から合流なんですけど、寒い。ここはテイクアウトならすぐ行けます。中だとねちょっと時間かかるんです、うん、すごいなんか韓国に来てからゲップするたびにニンニクしようなんか嫌だ。30何組でやった。店内もめちゃくちゃ可愛い。ジョジョーン。ゲットしました。じゃじゃーん。手が結構長、ね、思ったより長い。念願です。いただきます。食え食え。あ、いい、かわいい。かわいいのは当たり前じゃないですか。いただきます。何聞いてんですか。いただきます。うん、おいしい。やば、食べた方がいい。うまっ。もう一個買う。ダークチョコだ。うん、うん、ダーク1本どうぞ。なーちゃん、ディズニーの日じゃない。うまっ。これ絶対食べた方がいい。みんな、うん、これ食べたらプリクラ取ろうと思います、うんうん、飲む？飲まない。なんかさ、韓国ってさ揚げ物技術高くて、うん、普段は昨日ラーメンを締めに食べてから寝てました。顔ムックムクだった、朝起きたら。あー、うまかった。あ、うまかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。次はプリクラ撮ります。隣にプリクラ屋さんがあった、ここでね。今流行ってんのがこれなんですよ。上から撮るプリクラが流行ってるらしいので、これを撮りたらなって。かわいい、みんなの貼ってある。何つける？ね、みんなで撮ろう。みんな下から見守ってて。はいはいはい、ちょうど見えてます。上から撮れます。みんな見ててね。撮れました。撮れた。こんな感じです。え、結構漏れてんね。なんかかわいいよ。あ、来ました。じゃじゃん。え、めっちゃいい。めっちゃ画質いい。おー、いいね、いいね。じゃじゃーん。あ、4枚にした。4枚。視聴者プレゼント。うちらのことを一番褒めてくれたコメント欄の方、ありがとうございました。ありがとう。ありがとう、すごくありがとう。嬉しい。引き続きコメント欄で私たちのことをいっぱい褒めてください。彼氏とこういうのやってみたい。あ、なんか日本のプリクラだとさ、男の人って多分、え、わかる、漏れすぎて。わかる、わかる。こういうのならいいですか皆さん、世の男性、男性の皆さん。結構自然な漏れなのに肌とかちゃんとしてくれてるんで、そうそう、ね、めっちゃ良さそう。おすすめです。許して。はい、保存できました。ナイス。こちらはまあ視聴者プレゼント。みんな多分いいコメント書いてくれてるから、誰かしらのインスタとか、うん、SNS に載せようと思うので、うん、
はい、みんなコメントありがとうございました。ありがとう。視聴者プレゼントの応募はチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメント欄に私たちのいいところをたくさん書く。そうすると SNS でこちら の, あの元がもらえちゃうよっていうキャンペーンやってますので、ぜひメンバーシップにも入ってください。よろしくお願いしま す, します。メンバーシップの方に動画載せますね。じゃあ、あやちゃん1枚ちょっとそれ貼ってもらっていいですか。誰かが来た時にうちらのもありますよ。視聴者プレゼント、はい、こっから撮って。ダメだよ。ここに来た時は探してね。チャリモッキスミナー。ちょっと散策しようと思う。なんかここら辺はこういう店舗が多いあるところが多いので、気になったところは入っていきましょう、うん、はい、あそこもプリクラさんだ。多くない？ね、なんかここカップル向けなのかな。うちらはダメって言われてます。バツってそういう意味だから。あ、スタバ発見。スタバ入る。やだ。うわ、うわ、うわ、いい匂い。チャラー。カフェかな。なんか韓国の車ってめっちゃ全部かっこいい。ごつくて大きくて、日本の車と違って全部かっこいい。サブサブ。凍えちゃう。どこかないのか。カフェ。誰か入れて。あ、ちょっと大通りっぽくない？ね、こいつかわいい。ふざけんなよ。やらかした。やばい、カバン全部忘れてきた。え、道わかる？わかる。来たことないけどわかる。多分ここ右、さっきのさ、チロスやめがければいいわけでしょ。走っ。あ、ありがとう、ななちゃん。そっくり？そのまま。財布も出たまんまだったよ。やば。一応中身確認。あ、全部あります。冷や汗一瞬で。でも来る途中にね、ベーグル屋さんあったよ。うちらが来てみたかったベーグル屋さん、そしてうちが来てみたかった雑貨屋さんがこちら。後でここ来たい。なんかエミリンさんが行っててさ、ずっと行ってみたかったんやな。今食ったもん全部さ、胃の中でさぐるんぐるんにされたわ。うちら入った後誰も入ってなかったね。あー、よかった。ここ右ってた。あれ、こっちじゃね。これ見たくね、さっき。ほら、スタバあった。ほら、エッグタルトあるもん。あー、戻ってこれた。てか、ななちゃん足速い。しかもなんか人をかき分けていく速さが、いや、1秒でも速い。優しい世界だ。あ、見えた見えた。なんか昨日からね、エアのペースに合わせて歩いてたりとか、坂道を。結構な運動してるから、朝起きたら筋肉痛だったの、体が。長いからさ。ついていけない。だから、一回うちのペースで歩いてみてって歩かしたら、耐えられないって言われた。皆さんは花見離さず、バッグを持っておきましょう。チャジモッキー着いた。カフェ到着。途中で行きたかった雑貨屋さんあったから戻ってもいい？はい。10万ウォン。ありました。さっきここを全力疾走した私たち。めちゃくちゃ可愛いですよ、店内。雑貨大好きだから嬉しい。え、本当ですか？よかった。こんなのどこに使うのっていうもの。え、わかる。分かる。絶対書きづらいのに、なんか上に変な人形とかついてるボールペン好き。あ、分かる分かる。ここがベーグル屋さんです。ここここ待ってた。ここのベーグル屋さんで、私が行きたいのはこちら。え、かわいい。じゃじゃーん。え、めちゃくちゃ遠い。ここに来たかったの私。中見てきたいと思います。やばいやばい。皆さんすいません、興奮しすぎて全然動画撮ってませんでした。見て、もうさ、てかもうみんな来た方がいいわこれ。やばいよね。買わないと。ポストカード、こんなんも可愛い。もう全部が映えなんだけど。うわー、すごい。ほら、これもメジャーね、みんなこういうの持ってんの欲しいと思ってた。絶対みんな来て。この床もかわいい。え、待って、バスローブ。うわー、どうしよう。ラグ買ってく？ねえ、ラグ買ってこうか。じゃじゃーん。めちゃくちゃかわいい。すごい。待って。やばい。すごい。かわいい。すごい。
ろ。はい、見てください皆さん、じゃじゃーん、ちょっと言ってくるはずが2万ぐらい買ったんだけど、ちょっと見よう、ちょっと見よう、テイクアウト、テイクアウト、はい、ハムさんにだ、はい、入れた、入れちゃった。ベーグルも買いました。ちゃっかりが過ぎるよね。メイ好きそう、ここ。確かに。でもね、あの二人買い物良くない。だってうちらまだ買い物デーとか言ってさ、何も買い物してないの。うちだけ爆買いしてさ、申し訳ない。早く行ってあげよう。メイはお土産見たいって言ってたから、お土産も見せたいし。でもマジで可愛かったから、今のお店絶対行った方がいい。うちみたいなレトロポップな色が好きな人、あの色って絶妙ですよね、うん、ただ明るいだけじゃなくてさ、ガチャガチャしすぎてないというか、そうそうそう、てか配色が神なんだけど、マジで配色習おう。今からミョンドン行ってダイソーとか、あとオリーブヤングも行くって言ってたんで、そこら辺の買い物していこうと思います。じゃあ今からミョンドンにレッツラーゴー。アニュハセヨ。はい、ってなわけでミョンドンに到着しました。ミョンドン、てか寒すぎる、ね、で今からはメイとエアが前回も行っためちゃデカダイソー、みんなも買い物してる気分になってみてください。レッツゴー。今11階にいて、こっからどんどん下がっていこうと思います。でこの人は耳が痛くて工事現場の人に相談してました。見えないよ。確認させていただきます、はい、うん、先生見てば10万円のなんかがある。いるいる、すぐそこ。うわ、撮りたい。すごい撮りたい、うん、ピンセット買って帰ろう。あ、前怖いことしないよ。あ、で工具でしょ、でこう開くやつとかあるんじゃない。でピリ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 って取れそう。でも取れそう、めっちゃふにゃふにゃしてる。ふざけんなよ。ペットコーナー見ます。わ、かわいい。いいじゃん、これ買ってあげるよ、マロに。どっちがいい？ピンク。ピンクにしよう。どうしようかな。コーギー。コーギーと一緒に。かわいい。ちょっとブーの親戚。でもね、トトはね、猫のおもちゃが好きなんですよ。だから猫のおもちゃ買って帰ろうかな。ちなみにさっき、うん、あのカフェ入ったんですけど、はい、カフェの中にでっかいコーギーがいました。そう、あんなんなんのかな、ね、でもめっちゃでかくなかった。めっちゃでかい、ね、なんかでかいってか、なんかムッチムチ、大畑犬ぐらいでかい。そうそうそう。わっ、かぶらせたい。え、待って、みんなでさ、お揃いでさ。そうだよ、顔やばい。みんな揃った時に着せるの超楽しい。ペット系は以上。ここは9階インテリア収納。え、かわいい。うわ、かわいい。あっちにも売ってるよな、こんなの。うわー、おっかしい。見て、もうここからしてかわいい。こんなの絶対おいしい。気になったの。本当に、あ、やばい、引っかかってる。買え買え。みんなやばくない、どれ買ってくる。みんな言って代行します。え、めっちゃかわいい、ここのゾーン。ほら、みんな見て、 PV みたいな。後ろにおばちゃん。いい。あ、これ買おう、これ買おう。海苔はね、うまいからね。これもうまいから買っとこう。メインに買おうかな。あと私が買いたいものがここにある。朝、いやさ、ヨーグルト箸で食ってた。だからスプーンを買おうと思ってスプーンを探している。かわいい、こういうカップ。あっちでは絶対に売ってないじゃん。うわ、かわいい、ハートストロー。怒られそうだけど買おう、だって100円だもん。乗りすぎるんだけど。うわ、これ買おうかな。2個、3つ。みんなごめんね、うちが書くばっかで。ここで朝日くんにお土産買っちゃいます。鉄砲とか好きなんで、うちの朝日くん買ってあげれたらなって思ってます。はい、待って、これこの間買ったんだけど、あっちのダイソーで。この玉だけ買ってやるか、絶対あっちにもあるよね。メイさん言いました。はい、こんにちは。はい、私はですね、さっきトイレに行った時にうんちをしたんですけど、うんちしてしたい時って別におしっこしたいって思わないんじゃないですか。でもそのうんちをしたことによってすごいトイレを近くなってしまいました。なのでもうトイレに行きたい、そんな気分です。こういうさ、なんかフェルトで
自分で作るみたいなキットあるじゃん。これ針みたいのでブスブスフェルトを刺して作るのね。それで一回自分の指刺しちゃったことあって、そっからこのキットトラウマ。はい、文具コーナー。何これ、元カラーネームステッカー、なんか写真ステッカーみたいなの書いてある。まだでしょ、もちもういいよ、もちでもちするもちするお前何作ってんだよ。英語メインにする。あーオッケーオッケーオッケー。もちすらじゃなくてよかったね。以後おるまいよ。はい、買ってきた。やばい、エアでさえこれだよ。そうね、すごいありがたい。これここ歩きます。カラコン専門店とかあんだね。なんか前来た時この辺で食べ歩きした。あ、そうなんだ。帽子とかあるよ。ちょっと見ていい？見ようか。ねえ、こういうとこ来るとこういうの買いがち。それ大絶対こっちにして、ね、音でかっ。めっちゃメイなんだけど。かわいい。あ、メイ、ここ来たらメイに会えます。じゃあ今お買い物してくるね。以後ポジャン平日よ。買ってきました。すごい。待って、買いたい、これ欲しい、絶対買う。じゃあついでにお菓子も買って。あ、オッケー、それかわいい。かわいくね。これ買えって言われます。はい、ビゴンつけて歩こうか。いいよ、全然ここならいくら全然いける、目立っても大丈夫。見て、カビゴン、カビゴン、カビゴン。自分で作れるなんかキーホルダーのお店多いね。ね、あ、本当だ、めっちゃギャルズな店。おー、エアっぽいね。おー、メイ、メイ、ここも絶対使えない。ここ今使います、音源使える、今使います、今しゃべります、今しゃべります、これすごい可愛いです。はい、とても可愛い、これはすごいギャルズ、これめっちゃ可愛い、うん、これエアー、可愛い。じゃじゃーん、皆さん到着しました。私たちはここに来たかった。ここ来るまでに30分ぐらいかかったんですけど、やっとここから物色を始めていこうと思います。レッツゴー。みんなに聞いてよかったよっていうやつも買います。うちらがもらったやつ、あれよかったから買おう。これすごいよかった。爆買いおばさんです。そうです、プレゼントにもいいからね。何が怖いっていくらかわかんないから怖い。いや、書いてあるやん。やばい、みんなに見せたいけど人が多すぎてやばい。やばい。あとお前メディヒールしかわかんないでしょ。他のやつスルーするくせにメディヒールだけ止まって、こんな買ってやばいよ。面白いんだけど、パックしか買ってない。なんかさ、いっぱいありすぎてわからんのやけど、あさみさんと回るべきだったかも。わからない、もうやばい、もう帰りたい、もうね。もう帰りたい、頑張りたい。お会いしましたね、あさみさん。はい、それいいんですか。なんかいいって友達に聞いた。いいらしいですよ。もう無理。わかった、うちらの会話はみんなのカゴの中を見る。ねえねえ、待ってた。ん、何9点で買うっていうのと、めっちゃいい、日本語だもん、だって。そう、エアに買いたい、これプレゼントする。じゃあ、この辺ね。うん、見て、生理用品、激カップとかある。待って、ソフィー、いつもお世話になってます。頑張ってメイク用品進みます。みんなごめんね、メイちゃんのさ撮りたいんだけど、メイちゃんどこにいるかもわかんない の、 あのたまに遭遇したら映すって感じになっちゃうけど、ごめんね。エアちゃんパフを買うらしい。なんかわかんない。いいんじゃないの、一応買っとこうよ。いいか悪いか置いといてさ、まあまあ、ここら辺のとかわかんないけど戻す。もういい、いっか。フリオのもう私たちはね、新しいやつをいただいてるんですけど、本当にありがとうございます。ありがとうございます。だから多分これ新しいのもまだ出てないんですよ。これめっちゃいいです、このピンク、これも大好き。ちょっとすごい見づらくてごめんね、みんな。ごめんなさい、ラメ欲しくね。声でけえし、私これ使ってる。ピンク超えてないから。あ、ごめんごめん、そっかそっか。そうそうそう。いいよいいよ。ついてくから。あ、うるさい。めっちゃうるさい。味方キモ。あ、これ。ではラメラメ探そう、ラメラメを。はい、え、怖っ。ラメラメ探そう。チャルボッキスミだー。みんなただいま。はいはいはい。
シューバー、シューバー、はい、誰ですか、おティッシュ使ったの。私やりません。違います。お前だな。ベッドにティッシュは卑猥だろ。お前が一番卑猥だ。たまたま歌いやがって。たま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 絵が一番キャンタマだよ。こうやって僕キャンタマ。なんなんそれ。可愛くない。今日カンジャンシーじゃん。市場で見つけたマシュマロらしい。これ飾る。そしてこれじゃじゃん。ミヨ。私たちがずっと探していたミエコ。それうちのばあちゃん。エイチロ。うちの父ちゃん。ちょっと待って。まとめる？なんか。うん、あれある。プレラメのミニチュアおもちゃが入っているかも。はぁ？カモなの？本当か？カモなんだって。やー。開けるぞ。しかもこのフエラムネのこのラムネが美味しい。わかる。だってね、いやフエラムネ増えしないんだよ。そう。普通にハマってる。これのイチゴが大好き。ただラムネ食ってた。私のおやつ。重さ的にさ、全然なんかカラカラだよ。ちょっと待って。何これ。ふわ？え？待って。重い。お？ちょっとやだよ。いい感じ。やだよ感じ。じゃあ力ね。うん。いきます。何これ。ねえ、ふざけんなってねえ、いい感じ、いい感じらしいから、いい感じだよ。じゃあ、うち先出してみるね。お前もういいよ、どうせ違うんだからバッチきた。うわ、いい感じだこれ、絶対いくよ。え、じゃああっちで前でやって。いい感じすぎる。せーの、よろぶん、あんにょん。ガラクタ。だってなんか一番最初にさ、こんなんついてきてさ、したらさ、アサミこれ出したね。これ何？コマ？なんなの？いやこれはこれで可愛い。うん、いっぱいやったらそれ。うん、違う、1個だとクソ。うん、てかさ、自販機ってなくね？確かに。え、思ったやん。日本のなんか。なのかな。あとさ、なんか日本ほどさ、韓国ってさ、ワンちゃん散歩してる人いなくない、あんまり。うん、てかワンちゃん少ないね、思ってる。まあ都会だからじゃない。あのさ、緑が多い方が散歩してる人多そう。うん、確かに。スポンジボブ好きになった時って、出来心ついてから。物心ついてから。持ってるみたい。出来心か。ついこの部屋。え、まだ開ける？え、開けよ。まだ開けて、服脱いで、貼り付いといて。うん、そう。本当にやりだした。ウラン昨日寝てる時おならしてたよ。え、嘘。うん、あとなんかって言ってた。今ウランこういう感じ。マジこれ、ね、マジマジ。でも待って、あっちに映ってるかも。大丈夫、誰も興奮しないから今何時？1時6分。早く撮ってきな。いいよ、撮ってきて。あ、ほんと。うん、パッサパサであんた、それメイとホテルに泊まりに来たように使っていいよ。マジでさ、うん、見せれたもんじゃないよね。見せれたもんじゃない、うん、今見せれんのこの画角だけ。このメイ、いろんな意味で。うん、お前のせいで。てか、目悪い人って不利じゃない？なんで？不利の時。え、不利。だって目、だって目、目ちっちゃいもん。うん、メガネやばくない？うん、度数やばいから。わかるよ、その気持ち。わかる？歯磨きしてるときどこ向いていいかわかんない症候群だよね、今。うん。その気持ちすごいわかる、うん。なんか大きさが伝わらない。裏の顔の横にでも並べる。ええー、や。な。ええー、や。ええー、や、もらえよ。早く。早く。いくよ。もらえってよ。ええやが。もらえっていい。もらえ。お前がもらえっていい。絶対にもらえって言う。危ねえって言う。あっ、ちっちゃすぎ。これはひどいって。そんなひどいと思わない？これはみんな見て、かわいいだろ。ホテルに帰ってきてさ、一緒にこれ写真撮ろうって言って写真撮ってるメイメイがいる。世界線に行きたかったやつら、やれるもんならやってみ。残念だったら。メイと旅行に来れる世界線に行きたいやつら、来たいもんなら来てみ。あ、間違った。これで。
映っていい部分だけ映りたいと思います。こんな感じです。やばいでしょ、買ったもんがさ、これもそうだし、こっちもそうだし、やばいのいっぱいありすぎて。購入品紹介は購入品紹介で撮るので、楽しみに。そこである程度のものは紹介しようかなって思ってます。なんか撮ってるインサート、いいよ。何使っ、じゃあなんか言わないと。もうちょい近くでやってくんね。2日後ふざけんなよ。10万ウォン。買い物のところでさ、よく使えないシーンもあるわけじゃん、あの音源とか。だからその時のにやっぱ差し込むために必要だから、イゴせーの、イゴおるまいよ。せーの、イゴぽじゃん平日よ。エアー、なんかちょっとそのガラスにやってみて。なんでね、カムサムニだ。カムサムニだ。カムサムニだ。なんかいろんな動きして、あのアイキャッチ入れるから。韓国語喋りながら、うん、なんか動いて。どっかから聞こえてきた。あと2パターンぐらい欲しい。よろぶん、あんにょん。ちゃんとアイキャッチしてる。じゃあと5ぐらい欲しい。じゃあいけるまでって。チャルモッキスミダー。あ、えー、出ちゃった。これも出ちゃった、もっといい感じ、使えそう。おならしちゃった。ちょっとエコーかけよ。ちょっといやらしい感じ。やば、以後おるまいよ。双子みたい、髪色違いの、うん、色違いのキャンタマ。右左どっち、ね、右がいい、うん、左左左。じゃあお前ね、竿でお前煙突しっかり働けよ。働けよってお前らが働けよ。じゃあラストアイキャッチで終わろう、うん、これでこの動画終わります。皆さん、商品紹介はまた別で載せますので、うん、お楽しみに。チャンネル登録と高評価、そしてどんな買ったものが見たいかコメントよろしくお願いします。アニョン、アニョン、はい、消したよ、消した、うん、消したから、はい、消した。ダメ、何？ダメです。早く、無理、靴ずるいよね、ね、うん、ね、何？裸なのにずっとさ、隠してさ、隠すだろ、そりゃ。じゃあね、おやすみ、おやすみ。